こんにちは。こんにちは。こんばんは。眠れんぼいのひなりです。たくみです。はい、はい、ということで、浅草デート第2弾はですね、ちょっと見慣れたかな、これにも、ね、あの写真をね、はい、いっぱい撮りたいなと思って、浅草自体にまず行ったことがなくて、いろいろ調べたんだけど、結構いろんなね、撮影スポットがあるみたいなのよ。ほうほうほう、写真映えスポット、映えそうな、撮りたいところがいくつかあるので、うんうん、それを探しつつ、皆さんにこう分かりやすく場所をね、説明できたらなというふうに。てか、まず見つけられるか不安。浅草初心者なんで。こんな感じで撮ったらいい感じになりそう、みたいな感じとともに、ちょっと撮影をできる限りしていきたいと思います。はい、ということで、時間がないので、続きましょう。続きましょう。はい、ということで、こちらの橋でね、撮りましょう。ちょっと離れて、全身映るくらいがいいかな。映る。じゃあ、これ、この橋で撮ります。はい。かわいいね、これ。かわいい。レンタルしたやつですね。いい感じのが撮れたかな。撮れたと思うよ。じゃあ次の撮影スポットに行くぞ。はい、次は花屋敷。たらー、には行かなくてですね、はい、よくインスタである花屋敷のマークのところが実はめちゃめちゃインスタ映えなんですけど、入らずに撮れちゃう。入場料がかかるので、なんかもう可愛いんだけど。あ、そうなんだ。ちょっと今回はそんなにゆっくり入れないので、外のところで撮ろうと思います。さあ、連れてってくれ。めちゃめちゃ近いやん。おお。なるほどね。かわいいですね。撮りましょう。いい感じですね。かわいい。花屋敷を背に、足にもポイントがあるので、じゃあすぐ近く、近い。どこ見たことある人多いかも。ここは西参道の入り口かな、出口かな。うわ、かわいいよ。今度は花屋敷からさっき通ったところ、こっち側に行きたいと思います。やららら、花屋敷から離れてきた。花屋敷通りかな、ここは。いや、めっちゃ探したここ。ずっと撮りたくて、この場所。いやー、かわいい。毎年変わるんだけど、あの青の肩車のところは、ね、ここはずっと変わらず、この赤なんですけど。ちゃんと本物。いいね。大人しめのものも、赤系のも全部似合うから、すごい撮りやすいとこかなって、うん、確かに着物に合わせやすいよね。パンプも全身もね、全部撮れる。いい感じの正方形のサイズ感です。すごい撮りやすい。こんな感じです。おー、かわいいですね。肩車自体がピンクも入ってる。まあ全身で埋めるとなると、こんな感じ。
あ、かわいい。いい感じです。じゃあ撮りましょう。撮りましょう。そうね、レパートリー増えたなって。しかも全部で何箇所？ 4?5? 自分でもここで撮りたいなって思ってた場所が、うん、実際にどこかっていうのがインスタとかに載ってないから。そうだね、場所まで載せないもんね、みんな。みんなが撮ってる場所がどこなのか分かんなくて、結構探したりもしたよね。探した、めっちゃ探したでも無事撮りたいところは全部見つかったのでよかったなって。よかったね。そう、よかった、本当に。浅草で遊ぶときみんな浴衣？うん、とか着物とかレンタルする人がすごい多いから、今日もすごい、今日めっちゃいたよ ね。びっくりした。そんなにいるんだと思った。ぜひあのこれが参考になってたくさん映えの写真を撮れたらいいなというふうに思います。今日利用した浴衣屋さん？今朝と着物屋さん？結構予約取るの大変なんですけど、インスタグラムの公式載せておくのでぜひチェックしてください。あの結構急にねキャンセルが出て取れちゃったりするんで、人数をすごい少なく取ってるので、ちゃんと一緒に選んでくれて、ちゃんとヘアセットもあって、うん、自分の希望に沿ってやってくれるのでめちゃめちゃおすすめです、うん、めっちゃ可愛いです。小物もたくさんあるもんね。うん、バッグもこういう小物も貸してくれたし、あとセンスも貸してくれた。うん、楽しかったな。楽しかったね。はい、ということで、はい、友達と旅行とか遊びに出かけた時に写真を撮ってもらいたい時、あのカップル、あー見られてたね、とか言ってた。あ、でもあの女の子のあの二人組、あーめっちゃ携帯に謝ってたってなって、全然撮れない人、高評価と登録よろしくお願いします。あなたです。ということでまた次の動画で会いましょう。